まあ今回はあの選択を誤るなにしましょうか、まあ、今の時代の流れだったりとか今多くの人が見ているものだったりとかいろいろあると思うんですけど、まあ、僕は Facebook をやめて YouTube 一点集中一点バリューをしました、まあ、その結果はまあいい方向に行きましたじゃあこれはたまたまだったのかっていうとたまたまではなくうーんまあ狙ったというか、うん、狙ったというかまあそう来るよねと まあ予測したっていうかうーん昔はねなんかその YouTube やってる人が「え YouTuber ですか?」みたいなねっ、まあ、話だったわけじゃないですかない何 YouTuber って何 YouTube ってそんなんで儲かんのみたいな話で今どうでしょうか芸能人バンバン入ってきて YouTube 儲かるぜって誰もが見てもわかりますよねだから要はそのじゃあ今からやっても遅いのかって思う人も多いんですけども <laughs> そんなことはなくて まあ結局その選択さえ謝んなくてある程度でしょもちろん時代が変わるんで今後 YouTube もどうなるかわからないけれどもまあある一定はいくだろうと。しかもこのね運営元を考えてほしいんですけど世界トップの会社、世界トップですよ Google って。ね o g l e を超える会社ってなかなかなくないですかね ?IT、IT なのかなわかんないですけど <laughs> Google ドンじゃないですかもうもはや。 うん、だからその会社が YouTube を押して運営してるわけですよ。YouTube がなくなるってことは、Google がなくなるのってイコールだと僕は思うぐらい、今看板商品なわけですよ。で、YouTube、あの、当時はね、Google が YouTube を買収したときに、まあ Google が作ったわけじゃないんですよね、YouTube って。で、買収して、しかもすげえ金額で買収して、当時は赤字だったけど、今は黒字転換なんですよ。で、YouTube の、うん、YouTube、 利益。YouTube、Google、GoogleYouTube かな。Google、確かね。Google、あ、YouTube の収益は年間1兆6000億兆。はい。これ2020年の記事なんですけど、えー、YouTube の収益は年間1兆6000億円を超えてるらしいですね。はい。あじゃあ、1兆6000億の利益が出ているね。 え、事業を手放すと思いますか ?1 兆円超えてるんですよ。<laughs> 自分が会社経営してて、1兆円の利益出てるモデル、ビジネスモデルを手放しますか僕ってすみません、手放さない,さないですね。<laughs> だから今はもう利益出てるわけですよ。だからもう、もう回収したのかなまだ回収したんじゃないかなもうね。当時ね、YouTube が買収した時ちょっと調べてみましょうか。Google、YouTube 買収,買収。買収、まあ、買収金額も結構でかかったんですよ。 あ億あ、約2千億円ですね。16億5千万、約2千億円で買収したと。でも2千億円で買収して、当時は赤字だったけど、今1兆6千億ですよ。ね。年間。<laughs> やばないですか。だか全部今までの、なんだ、マイナスを一気にもうガンガン回収しまくってて、もう巨大な利益を出してると思うんですけど、これをね、手放すことはないと思いますけどね。 どうすか2000億で買収した YouTube が今は Google の看板あのメイン広告メディアになってるっていうねすごいことですよねだから Google もやっぱりその先見の目があるっていうかやっぱすごいですよね当時動画がここまで来るなんて誰もや多分あんま思ってなかったんですけどその時にねあのー、2000億でね買収してしかもその2000億で買収した時ってそんなでかくないわけですよ YouTube 自体が。 だけフェイスブックもインスタ買収しましたけど、それも従業員7人ぐらいのインスタちっちゃいやつを買収したんですよね、フェイスブックが。でも結局今は写真といえばインスタ、インスタ映えで、もう写真といえばもう多分、インスタに勝てるプラットフォームないと思うんですけど、やっぱね、先見の目がね、違いますよね、一般ピーポーと。<laughs> で、それをね、使わせてくれるってノーリスクじゃないですか、これ。すごいないですか、YouTube はリスクあ、Google はリスクあったと思いますよ、当時。 ね。だけど、僕たち、それ、ノーリスクで使えるわけですから。うん。だから、これね、今、YouTube を使わないっていうのは、僕はもうビジネスセンスがないと思います。なんかね、王族だったかな。なんか、イギリスの王族の誰だったら、なんか YouTube 始めましたみたいなね。も,もはや王族も YouTube 始めるみたいなね。誰でしたっけなんか、なんか Yahoo ニュースかなんかでやってたような気がするんですけど、すごないですか イギ,イギリス王族なんでしたっけイギリス、YouTube。イギリス、イギリスじゃない。あ、ウィリ,ウィリアム王子だ。ウィリアム王子とキャサリンが YouTube 始めましたみたいなね <laughs>。これ何回言ってんだろう再生数。これ多分相当言ってんじゃないですかこれ。YouTube。これ何回再生されてるんですかね ?1、10、100、1 0 0万、十0万、200万回も回ってますね。 これ初めての動画じゃないですか、これ。初めての動画。あじゃない、初めての動画いちき。昨日ですよ。昨日アップロードしてもう200万回回してますね。あの、ウィリ多ム王これコマ25秒ですね。コマ25秒の動画200万回ぐらい回してますね。今、どうですか王族もやってるんですよ。YouTube。ありえないですよね。<laughs> どうですかねこの流れで、ね、まず Google が1兆6千億利益出してると。 えまずそれを手放すのかどうか。じゃあ、今、王族もやってる、芸能人もバンバンやってる、どうですかね。今後の YouTube の動向っていうのは、どう思いますか。まあ、それを予測するのはあなた次第です。いってらっしゃい。